世紀末ステージだな。ねえ、キリとアスナ、どうしたの？ユウキ、 VRMMO の建造物って大半が破壊不能だと思うんだけど、このフィールドの建物って壊れてるの多いよね。ユウキさん、それはここがブレインバーストの編成、世紀末ステージに侵食されているためなのです。つまり演出ってこと？ユウキ、何か気になることがあるのか？あそこの建物、演出にしては妙な壊れ方してるんだ。何かでバッサリと切られたような。え？マスター、もしかしてあれは？ああ、こうして七王たちを追っている以上、いずれは相まみえると思っていたが。え？待てよ。あのビルを切り落としたのが七王のゴーストの一人ってことか。あれは破壊不能オブジェクトだぜ。我々の世界にはそれを成し遂げる者がいる。青の王ブルーナイトだ。奴はブレインバーストの初期のプレイヤー、つまりオリジネーターの一人であり、様々な逸話を残している。強力なエネミーをソロで買ったり、破壊不能オブジェクトを切ってみせたりとな。その強さはバーストリンカーの頂点に立つと言ってもいいだろう。あとサッチンのことを恨んでいるはずなのです。彼は先代の赤の王と仲が良かったのでだな。黒雪、気をつけろよ。この付近に奴はいるはずだ。偽物とはいえ本人の記憶を持ってるんだから、必ず黒雪を狙ってくるはずだぜ。青の王、僕もそれほど知らないんですが、彼のレギオンにいた時は王としてとても頼りになる人だと思ってました。メンバーたちからも信頼されてましたし、厳格なところもあるけど、普段はとても気のいい人だって。でも彼は何かあった時一切容赦をしない。敵に回った時の彼の怖さを僕はよく知っているんです。タク、そうか、わかった。情報助かったぜ。みんな注意しておこう。うん、そうだね。Dürfen wir jetzt mal richtiges Data-Kundung spielen oder eher nicht? Das wäre mal interessant.意志はしっかりしてるのに、何か頭の中がもやで霞んでる。これが自分であって自分でないって感覚か。常に己を疑え。仮想世界での鉄則だよな、やっぱ。自分がゴーストであることを見抜いたのはこれまでで初めてだ。シアンパイ、まさか親を殺したこの青の王が憎くてここまで来たのか。いえ、あなたの断罪は間違いじゃない。それに僕の親を殺したのはあなたではなく。やっぱそうなの。俺は偽物。ああ、
気分がなえるな。そうだ、お前はゴーストデータ、本物は今もブレインバーストの世界にいる。お前は黄昏の魔女によって作り出された虚構の存在だ。黄昏の魔女、そいつか。脳内で語りかけてくるロータスたちを邪魔しろっていう叫びの主は、確かにあんたには思うところはあるが、命令されて戦うのも尺に触るのよ。ねえ、もしかしてあの人、話せばわかる相手じゃないのかな。ゴーストだったことに気づいてて、命令になんて従いたくないって思うはずでしょ。そこのお嬢さん、そいつはどうかな。本物のブルーナイトは常に理性的、礼節を重んじ、七王の一人として自立する術も持っていたけど、この異世界で偽物として存在するこの体、どうやって遊んだって問題ないよね。あれ、なんか様子が変だよ。やっぱりちょっとヤバそうな気がする。残念だけどそうみたいだね。ロータス、本物のブルーナイトが内心あんたのことどう思ってたかわかるかい。全然話が分かる感じじゃなくなってきたね。お前の言いたいことは分かる。お前の溜めてきた怒りをぶつけるというなら好きにするがいい。ただしそれは私だけにするんだ。他の者たち、メガネビラスやプロミネンス、そしてこの世界の妖精たちには関係ない話だ。そんなの違うよ。確かにロータスはあなたたちの世界で取り返しのつかないことをしたのかもしれない。でもそれは結果的な話でしょ。そこに至る経緯をもう一度見直してみてよ。全ての責任をロータスに押し付けていいの？オスナ、私はあなたたちバーストリンカーのことを最初は少し疑っていたの。でもあなたたちは時代と世界が違っていても私たちと何も変わらなかった。仮想世界をもう一つのリアルだと感じ、そこで精一杯生きている鏡のような存在だって。だから私は認めたくない。七王と呼ばれるバーストリンカーの上に立つあなたたちが一人の王に全ての責任をなすりつけて、自らは知らぬ存ぜぬを決め込み王座に君臨していることを。偽物の頭脳にそんな複雑なこと言われてもわからないな。青の、あれは分かった上で言っているのです。意味がわからないと。そうですね、哀れな。わからない、わからない。ただあんたたちが非常にムカつく奴らだってのはよくわかったよ。ロータスもろともぶった切ってやる。粉みじんに。クルト。Na jetzt geht ab die Party eigentlich los. Los komm. Ich zerstöre dich. Wow, Volltreffer.War mal cool. So. Verdammt. Jetzt kommt Treffer. Yeah. Der König wird fallen. Er fällt. Komm. Du nervst, verschwinde jetzt. Komm. Ich habe dich sogar mit dem.Einzig... Alter, lass mich doch mal den Speer ausführen, du kleiner... Wow...
Jetzt komm! Volltreffer! Oh, das war ein voller Volltreffer. Yeah! Da liegt er. Mein Opfer. Schickgesittane. Blue Knight. Ah. Demo tanoshikatta yo. Honmono wa kou wa ikanai hazu da. So daro na. Daga, sono toki mo warewara Nega Nebulous wa maken. あんた、記憶の中の黒の王よりも、どこか成長して見えるよ。それも、この世界で過ごしたおかげってとこかね。そうかもな。じゃあな、ネガネビラス。また、会おう。爽やかな感じで消えていったけど、途中はなんだか怖かったね。そうですね。いつか戦うことになるかと思うと少し怖いけど。大丈夫ですよ、師匠。たとえ偽物でもこうやって倒せたんですから。ええ、そう思いたいものね。今回手に入れたオーブはレオニーズか。アスマ、ん？どうしたの、黒雪さん。さっきブルーナイトに言ってくれた言葉、その嬉しかった。ううん、当たり前だよ。だって私たちは仲間だからね。ああ、そうだな。ありがとう、アスナ。ブルーナイト、グリーングランデを倒したか。オーブはこれで5つだな。赤、黄、紫、青、緑。残るは、おそらく白いのと黒いのだな。黒か。黒雪さんのゴーストもいるんだね。アスナ、気にするな。相手はあくまでゴーストであって私ではない。そうだけど。残りのオーブはどこにあるんだろうな。まだ十分に探索していない場所がある。おお、砂漠だな。とっとと行こうぜ。アキネ、どうかしたのですか。七王との戦い、敵は仮初めの姿に違いないけれど、能力や精神は本物を完全にコピーしているの。私たちにとってそれはいつか来る決戦のための前哨戦と考えれば都合がいいかもなの。ただ一人の王との戦いを除いて。白の王、ホワイトコスモス。そうなの。白のレギオン、オシラトリユニバースの王とサッチとは大きな確執があるの。もうすぐ控えている白の王や加速研究会との全面対決を考えると、それはサッチにとって大きなストレスになるかもしれないの。確かに何度も戦わせるのは酷なのです。私に他人のことを忘れさせる力があれば、サッチの白の王の記憶を取り除いてあげたいの。アキネ、あなたの優しさ半分同意って感じかしら。シノンさん、ごめんなさいね、立ち聞きしてしまったわ。別に構わないので。半分なの。ええ、あなたはその白の王のことを黒雪姫から忘れさせてあげたいと言ったけど、過去のことをただ忘れるのは私は逃げだと思ってる。私にも
忘れたい、消し去りたい過去があるから。でもキリトたちとこの世界で戦ってきた中で、少しずつ自分の強さに変えていけたって思ってる。その過去すらも糧にしてね。シノンも辛かったの？そうね。だから本当にあなたたちが黒雪姫のことを考えているのなら、忘れさせてあげたいとは思わず、彼女がその運命に対峙した時、背中を支えてあげるべきだと思うの。シノン、確かにそうなの。優しさは時に逃げ道になることもあるの。本当の仲間であればそれを誘導してはダメなの。ごめんなさい、事情もよく知らないのに説教臭いこと言っちゃって。ううん、すごく嬉しかったの。シノ、ありがとうなの。そこまで大したことしてないわよ。私は思ったことを言っただけ。それでも私たちには勇気になるのです。ありがとうなのです。どういたしまして。